久保さん。なんかポケモンカードですね。なんかプレミア、もうめちゃくちゃもう世に出回らない、相当む昔なのかな僕もポケモンカード詳しくないですけど。うん。なんかその、ショップさんですね。そのカードを扱っている。びっくりしましたよで。ヒカキンがそのアタッシュケースでね、1000万の束、ボンボンボンみたいな。ヒカルんがやるより、あの、ヒカキンがやるとなんか、なんか、あの、優しく見えるっていうね。<laughs> なんか。 あんまいやらしくないっていうヒカキンの特技っていうかね、特権でしょうね。あんまギラギラ感がない。あんなサツタバーンやってるのに、ギラギラ感があんま出てないっていう。で、買ってるのはポケモンカードですからね。<laughs> あんまギラギラしてないですよね、うん。まあだからね、まああの価値って非常に難しいですよね。人それぞれで、まあまあヒカキンさんがどういう意図で、大人の事情で か大人の事情があったのか、それとも本当に欲しくて買ったのか、でも本当に欲しくても5000万を払うのか、まあ、いろいろ動画のネタとか、他の要素はいっぱいあったとは思いますけど、うん。まあもしかしたらね、まあ今後そのポケモンの映画を、ね、ポケモンもずっとやってると思うんで、映画のなんかとかそういうのも裏であるのかもわかんないですけどね。まあいろんな考察ができますね。うん、さすがに、 大の、大人がポケモンカードに5000万かっていうね。うん。あ、面白いですね。いろんな考察すると。うん。ただまあ、ヒカキンさんがポケモンカード5000万買おうが僕には全く関係ないですよね。<laughs> 関係ないんだけど、あの、やっぱ見入っちゃいますよね、うん。別に自分の人生に何の影響もないんですけどね。ただ学べることがあるとするならば、やっぱ価値っていうのはいろいろあるんだなっていうところですよね。 多ほとんどの人が多分、ぶんですよ。まあ、その、日本全国1億人以上いる中で、ポケモンカード、この、ね、よく、よくわかんないというか、そのポケモンカードに5000万を払う価値を見出せる人って、まあ、あんまいないと思うんですよ。うん。だけど、あのーう、キットですよね。キットに何千万、ま、クオさんがいくらで買ったかわかんないですけど、それも少ないだろうし、ね。 人が、その、いいなって感じるものは人それぞれで。うん自分がいいなと思うものを手に入れられるように頑張ればいいんじゃないかなと思います。はい。いってらっしゃい。